ご覧の皆さん、今回は福島市の隣にあります伊達市霊山町にお邪魔しています。今回もシティ情報福島さんから素敵な場所を紹介していただきました。そして今回からリポーターを務めさせていただきます福島県出身の藤原和弘です。よろしくお願いします。それでは早速中に入ってみたいと思います。フラット福島、このコーナーでは福島のタウン市シティ情報福島さんのご協力のもと、福島市のおすすめのお店をご紹介します。シティ情報福島は福島市内を中心にグルメ、美容など幅広いジャンルの情報を掲載。福島市内の書店やコンビニ、また米沢市の一部のコンビニで販売中ですので、福島にお出かけの際はぜひ活用してください。今回ご紹介するのは福島市のお隣、伊達市霊山町の松葉園さん。何でもいちごの農家さんで、こちらの農園では直売なども行っているということです。それでは早速お話を伺ってみましょう。大橋さん、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。いちごです。もうダーッとね、ここがモハウスの中のいちご畑というですね。そうですね、はい。たくさんのいちごがなってますけれども、まあ、松葉園さん、はい、どれぐらいの歴史がある農家さんなんですか？そうですね、創業は明治27年になりまして、はい、ただいちごの生産始まったのがですね、うちの父の代からなので、ちょうど今僕が生まれた年に始めたので、ちょうど今34年目。34年、はい。どれぐらいの面積でいちごを栽培されてるんですか？はい、平米数に言うと5000平米になります。5000平米、はい。もう途方もない感じなんですけどね。そうですね。こだわりはどんなところなんですか？はい、そうですね、こだわりはまずこの土にこだわってですね、はい、良質な堆肥ですね、はい、を入れて、そしてあと化学肥料は一切使ってないっていうところですね。そうなんですか？はい、有機質肥料を使っていますので、はい、まあ、安心で安全なイチゴを食べれるというところがこだわりですね、はい。なんか新しいことも始めたと。そうです、ちょっとカフェを併設させていただきまして、はい、いちごのスイーツを食べれるように展開をしました。じゃあこのいちご、取れたてのいちごを使った、はい、スイーツですかね？そうですね、はい、はい、それを食べることもできる。できます。でどんなものなのか、はい、じゃあまた大橋さん、はい、そちらでもいろいろと教えていただけますか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは、これはフローズンコットンいちご味になります。いちご味、はい、これがもう出来たてのものですね。そうです。じゃあ早速、もうすぐ溶けちゃいますもんね。そうです、はい、いただきます。もう見た目からふわふわですね、これね。そうなんですよ。いただきます、はい。お、違う、食感が違う。綿のような、そんなこう口の中にとろける、そういうイメージでこう名付けたんですよ。これね、普通のかき氷のイメージで今いただきましたけど、はい、ふわふわ で、はい、ですぐ溶けちゃいます。やはりどうしても甘いのが大好きな方はいますので、はい、そういった人のためにコンデンスミルクをちょっとこう用意してあるんですよ。もうポケットの中から、はい、これいいんですか、かけさせていただいて。ぜひ、はい、かけてください。なんかもったいない気がするな。昔はね、いちごって酸っぱいいちごが多かったから。そうですね、ミルクをかけていただくっていうこともありましたけど、はい、これは好きな量かけてもいいんですか？もう全然大丈夫、かけ放題で。いやでもな、そんなにはな、かけられないんだよな、そんなに。やはりその最初に素材の味を楽しんで、はい、そしてコンデンスミルクをかけてまた違う味を楽しむっていうのがやはりお客様の中であるので。ちょっとミルクをかけたのでいただきます。いただきます。はい、またうま。そうですよね、ありがとうございます。いちごの香りがより引き立つし、はい、あと懐かしさもあって、はい、これはなんか人気が爆発しそうですね。そうですね。大橋さん、はい、また別のメニュー、はい、そうです。こちらは何ですか？こちらはですね、いちごサイダーフロートになります。いちごサイダーフロート、はい。じゃあまあ早速いただきたいと思います。そうですね、いいですか？食べてからですね、はい、これどこから食べていいの？やっぱりちょっとこの角からいただいていいですか？どうぞどうぞどうぞ。ソフトクリームからね、まずは、はい、溶けちゃいますからね、はい。これは安定の速度。そうそうですね、はい、これ美味しい、これもなんか濃厚で美味しい、はい。じゃあせっかくですから、いちごの直売所ですから。そうですね、はい、生のいちごがね、そうですね、一番の売りですからね。ちょっと小ぶりで可愛いですね、このいちごがね。そうですね、いただきます。
合う。ありがとうございます。でこのいちごがまた甘くて、あ、はい、美味しいですね。そうですね、あのいちごはどうしても完熟で収穫してますので、はい、そしてあのソフトクリームもあのバニラ系じゃなくてこうミルク系にしてますので、ソフトクリームもそんな甘くないので、うん、あのいちごの味が引き立つようになっております。ぜひ皆さんこちら召し上がってください。はい、いちごがとにかく美味しいです。ありがとうございます。やっぱいちご作ってるだけありますね。そうですね、いちごが自慢のお店なので、はい、ということで今日は伊達市霊山町にある松葉園さんをご紹介させていただきました。大橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりいちご作りのこだわりが、はい、まさに味に出てるて。ありがとうございます。とっても美味しかったです。ありがとうございます。皆さんにぜひお越しいただきたいと思いますが、ここでなんと松葉園さん、そして大橋さんからご覧の皆さんにプレゼントがあるということで、はい、これ発表していただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、あのこの放送の期間中にですね、全ての全商品、松葉園にあります全商品が 5% オフでやらせていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組をご覧いただいて、そしてこの放送期間中にお越しいただければ 5% オフ、はい、かなり大きいですよ。大きいですね。ありがとうございます。それでは改めて番組をご覧の皆さんに、はい、PR のメッセージをいただければと思います。そうですね、私は伊達市霊山町に住んでおりまして、ぜひともですね、お休みの際、そして福島の方にお越しの際はですね、伊達市霊山の地に遊びに来ていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。東北中央道で、はい、まあ、降りて、またもうすぐですからね。そうですね、霊山ね、はい、沖多摩の皆さん、ぜひお越しください。お待ちしております。お待ちしております。